おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。日比谷線03系のプラレールを入手しました。東京メトロ、半蔵門線日比谷線ダブルセットに入っていた車両ですね。1988年に営業運転を開始し、3000系の置き換えで、次々と投入されました。A 段から東京メトロに継承されている現役車両で、東武伊勢崎線や東急東横線にも入線できます。ということで、日比谷線03系を大量に購入。プラレールでフル編成にしてみたいと思います。では、行きまーす。編成表を見ながらつなげていきましょう。1号車は、03-800 型、女性専用車両になります。2号車は、03-700 型、車椅子スペースがあります。3号車は、03-600 型、パンタグラフがあります。4号車は、03-500 型、5号車は、03-400 型、6号車は、03-300 型、弱冷房車両です。7号車は、03-200 型、車椅子スペースがあり、パンタグラフがあります。8号車は、03-100 型、交尾車になります。どうでしょうか？日比谷線03系のフル編成が完成しました。廃盤のプラレールなので、集めるのが大変でした。早速レイアウトを作ったので、車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？平成元年に登場した03系？今後、新型車両が次々と投入され、近い将来見ることができなくなってしまいますね。ここまでご視聴ありがとうございます。他にもフル編成にしてほしい列車がございましたら、ぜひぜひコメント欄にて受け付けております。それでは最後に走行動画をご覧ください。